皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。太陽光パネルについて、一般人の方たちやマスコミの方たちも踏まえて、しっかりと、把握していただきたいなと思って述べさせていただきます。まあ、この間サタデーステーションで、ペレストロ海部の件について今年の4月に岸田総理の方で2025年に、日本の方も実装すると、そういうふうな、会見を開かれています。で、まあ、そこでサタデーステーションのその内容にんと思った部分があるんですが、その発電力に関してシリコン型を上回るような内容は表記されてたんですけども、その辺のところが少し私の方では理解しがたい。シリコン型のパネル、同じ同面積であればね、同じ面積という意味でシリコン型の方がたくさん発電するはずなんですよ。で、ペレストロ海部のその発電効率、こちらの方が良いというものは、ペレストロ海部のその重量、そのシリコン型との重量比較での発電力なのか何なのかというところで、まあ一つ、疑問に持ちました。まあ主軸となるのは、まあペレストロ海部も大量生産すれば価格が安くなるという部分はあります。だけども基本的に屋根の上とかに、日照効率の良いところに取り付けるのは、私の中では、シリコン型の太陽光パネル、今現在まあ8割型が主成分が、ガラスで、その下に、多分上の方がガラスで、下のところに内部へそのシリコン型のその太陽光パネルがあると、まあこういうふうな形だと思います。そのリサイクル工場の工程とかを見ると、あれ多分上下逆さまにして、ガラス面が下にして、で上から、まあ水を吹きつけて剥がしていくような作業ですね。まあ、そういうようなことを、まあ、テレビの映像でも見ました。あといろんなリサイクルの方法があるのと、太陽光パネルにも種類が、いろいろあると、まあ、こういうようなことになってきます。で、まあ一応ですね、使われてる素材に関してまあ述べさせていただきますと、まあ、これはあくまでも全体の8割がガラスということで、この辺のところもね、詳しい詳細の説明がないので、例えばペレストロ海部とか全部含めての8割なのか、太陽光パネル全体でね、太陽光パネル自体も細かく分けたシリコン型もいろいろあるんですよ。だからまあ何がどこからどこまでっていうところを詳細突き詰めなきゃならないんですけども、まあそれ以外のね、ガラス以外の主成分で、アルミニウム、プラスチックで、鉛、銅、スズ、銀、アンチモンなどが挙げられています。で、微量に含まれているのがセレン、カドミウム、ヒ素で、さらに希少金属としてはインジウム、テルルなどが含まれているケースもありますということで、必ずしも全ての原材料は必要というわけでもないんですよ。で、それによってその発電効力がそのレアメタルを用いることによって、上がっていると、まあこういうふうな部分もあるんですけども、結局は採掘する金属の量によると思うんです。世界中でその太陽光パネルをどういうタイプのものを生産したら、どの金属はどれぐらい消費されるのか、その採掘はどれぐらいのペースなのか、もしくは都市鉱山と呼ばれる、建物を解体とかした時に出てくる分量である程度賄えるのかどうかとか、そういうふうな話も詳細も必要だと思います。っていうのはね、今日も神戸市兵庫区の方へ、まあ、裁判所や労働基準局や父親の家等々、
まあ、などなどという意味なんですが、行ったんですが、やっぱり建物まだ建てようとしてますね。まあ、兵庫区内で少しその範囲内で歩いただけでも、3箇所建てようとしています。だから、明らかに建物が作りすぎですので、その、買いたいように全ての、建築業界の人が回るような形で、その仕事を得たいのであればね、新しい建物を建設する必要は今全くないので、空き家が東日本大震災の後が600万件だったのが今も1000万件超えて作りっぱなしなんですよ。で、出生率がこれだけ低下して生まれてきてる人が実際少ない。で、その人たちが新しく家を買う可能性がある。あくまでもこれは可能性であって、まあ元々の親の家を引き継いだりだとか、そういう方も中にはいらっしゃるかと思います。ですので、もうとにかく今は建物を作らないでほしいと。それよりも、まあ太陽光パネルの設置とか、その生産工場を作ることが優先であって、政府もそれに合わせて動かなければならない。で、その詳しい内容を皆さんがどれぐらい把握できてるかっていうことなんですよ。その、まあ、シリコン型に関してもいくつか名称を言いますね。発電効率が高い単結晶シリコン。で、コストは低い多結晶シリコン。で、3番目が応用性の高さが魅力のアモルファスシリコン。で、4つ目が複数の種類のシリコンでできているヘテロ接合型シリコン。で、価格は安くて発電効率が良い CIS、CIGS というものですね。まあ、これは略語なんですけども、銅とインジウム、セレンの複数の元素を組み合わせたパネルを指しますと。その CIGS の方に関してはさらにガリウムを加えたものということなんですね。共にこのタイプの場合は高温時でも発電効率の低下が少ない特徴がありますということなんですけども、基本的にね、まずこれ世界中の国連の方たちも覚えていただきたいんですけども、赤道直下のところとか太陽熱発電の方で考えてほしいんです。太陽光パネルではありません。そういったものもあるんでね、種類種別しっかりと区別できているのかなっていうところがあります。で、先ほど説明少し前にしました、そのレアメタルを用いることによるっていうその構成のタイプなんですけども、それは、GAAS、ガリウムの非化物の、組成式でレアメタルを多用した高性能タイプのパネルを指します。約 40% というトップクラスの発電効率を有し、高温でもロスが少ないことから安定して性能を発揮できるのが特徴ですと。まあ、レアメタル使用率の高さから製造コストが高く価格も高価というデメリットがあります。現在は人工衛星などでしか、用いられていませんが、コスト低減の研究が進んでいるので住宅用で販売される可能性もあるでしょうと。で、欧米で普及しているのが CDTE テルカドミウムを、意味していますと。コストパフォーマンスが優れてるんですけども、カドミウムは有害物質であるという問題があるので、日本では現在製造されていません。毒性が強いということで。で、まあ先ほど、まあ、その、ペレストロ外部以外にもね、ペレストロ外部ってこう、薄くて、まあ膜そのままの状態、で、まあ、曲げれたりというのが特徴なんですけども、曲がることを R って言うんですけども、曲面のこと、まあ、図面の世界とかでは、R って言うんですけども、まあ、そういうように R をつけれるっていう説明で、まあ、サタデーステーションの方で放送されていたんですけども、そういう、まあ、特徴が、まあ、
フェルストロ海部ではあります。で、基本的にはまあ最初にいくつか、5種類ほどを申し上げた太陽光パネルが基本的には主力になる。で、これを、まあ、アメリカだったら今3兆円ほどの投資を行って、太陽光パネルの生産工場をいろんな州でね、大量に何十箇所と、生産工場を作ろうとしています。まあ、あの情報もね、一体いつからが最初の情報だったのかわからないので、今頃も出来上がっているのかどうかっていうところが本当は知りたい。で、生産能力、まあいつからっていうところと、まあそれプラス蓄電池の工場も作ってらっしゃると。で、私の突き詰めた案では、例えば家にその、まあ蓄電池を置くんじゃなくて、まあ、蓄電池という言い方でもいいんですけども、ちょっとね、今から撮影ちょっとだけしますね。お風呂場の浴槽なんですけども、こういった浴槽、プラスチックでできてます。あとはこれに絶縁体の蓋をすれば、電気を蓄えられます。これが蓄電池です。だから、こういうふうなものであれば、まあ、ちょっとごめんなさい、今電気消してるので、数万円ぐらいで作れると思うんですよ。設置取り付けまで含めてね。で、あとは法律で屋根の上を、全員、電力会社に明け渡しなさいというような形で、電力会社が設置取り付けを行うような形で、あと、まあ、防災込みで、電気蓄えていたい人とかは、その蓄電池を購入しておいて、夜とかの、電気が安い時間帯とかに蓄電しておくとか、もしくは昼間に太陽光パネルがすべて敷き詰められた後のことですよ。敷き詰められた後を、電力が余ってる時に、まあ、お客様に蓄電池を備えている人には、まあ、安価で販売してあげる時間帯を作ってあげるとかね。まあ、その辺のところは政府の工夫とかあってもいいんじゃないかなと私は思っています。ただこれは、電気自動車が進んだ時に、すべての屋根の上を太陽光パネル、まあ、ダムの上とかも大きな家、大きな、池も含めてなんですけど、浮体式でね、敷き詰めた時に、まあ、電気自動車化が同時進行した時に、まあ、昼間、どれぐらいのものなのかなと。消費量と発電能力の方ですね。これを見てみなかったら何とも言えないという部分がある。とにかく今考えなきゃならないのは、屋根の上を早く制圧すること。ダムの上とかを制圧すること。そういうことなんですよ。太陽光パネルで。だから、シリコン型の太陽光パネルを日本中の、まあ、ダムの上とかに、設置して、まあ、河川水門開閉式ダム発電とか、地下水流トンネル発電ですね、蒸発する分がかなり抑え込めれますんで、まあ、その方向に水を、まあ、ある程度、回せると。まあ、そういうようなことになってきます。で、まあ、各ダムいろいろ特徴があって、二段式のダムとかは、結構高低差があるところはあるんですよ。だから、そこのところで、一番上部のところから水をそのまま放水していて、まあ、多分、それは発電してるとは思うんですけども、例えば、カラス川の水源地、神戸市兵庫区と北区のあたりのところですね、その上に石井ダム、そこはもう完全に神戸市北区だと思うんですけども、本当は、その、落差が数十メートルあるので、本当は、まあ、回転扉をね、何重と置いて、重力とその水の量によってね、回転扉を回すような形で、石井ダムから烏原の水源地の、まあ、ダムの方に水を供給しながら発電すると。こういうふうな仕組みの方がいいんですよ。その石井ダムのケースは、ずっとその水を、少量の水を放水しっぱなしなんですよ。これは何をどうしてるかって言ったら、2002年かな、1年かな、それぐらいの頃に、港川の河川の氾濫があったんですよ。それは烏原の水源地の上部の、多分、
放水のところの門を開けたと思うんです。水が溜まりすぎてね。であともう一つ港川の、上流には三能ダム、山の王と書いて三能ダムと呼ぶんですけども、そちらの方もちょっとね、そこはまだ見に行ってないので、撮影してないので何とも言えないんですけども、もしかしたら両方のところのダムが溢れ返ってる状態、まあその一番上の上部の門を開けたとしても、まあ、溢れ返りそうだから開けただから、まあ言ってる内容は同じなんですよ。だ石井ダムをなぜ作ったのかって言ったら、ある一定の水の量しか流れてこないようにするためなんです。だから大量の水が大雨とか降った時に、烏原の水源地の方に水が供給されないように石井ダムで止めてるんです。だから流れてる水はね、だから縦横20センチずつぐらいの、まあ、円形かもしれませんけども、縦横20センチぐらいの場所からずっと放水してるだけ。だそれだったら太陽光パネルを敷き詰めた時にずっとね、昼間水止めておいて、で放水するのは夕方から夜間にかけて、太陽光パネルが発電できなくなる時間帯、その時に、まあ、ダムからダムへの地下水流トンネル発電で、水を放水して発電すると。これを日本中で行うと。で、あとは河川水門開閉式ダム発電も応用すると。で、原発は、基本的に稼働している状態を、ある程度想定してください。ある程度の数を想定してください。これを関東もそうだし、四国もそうだし、九州もそう、関西もそう、東北、北海道もそう。ある程度地域分けておいてね。で、原発が稼働してるから夜中も安定して電力は供給できる他の火力発電所を止めておけるなんですよ。これが答えなんですよね。だから他の火力発電所を止めておけるっていうことは、それだけ石炭とガスの消耗が、少なくできる。まずガスの火力発電所はいらなくなりますよね。っていうことは、その分都市ガスとかに未来にエネルギー残せますよね。で、石炭の火力発電所に関しては、まあ雨の日とか、まあもしくは夏場の時とか、自然再生可能エネルギーで全ての電力を、得れなかった時、プラス原発でもね。で、それに合わせて石炭の火力発電所をある程度、使用すると。まあこういうふうな形になってきます。だから全く、石炭による火力発電所を取り扱う技術がないっていうのも問題ですので、まあある程度の地域、例えば九州に1基、四国に1基、関西の方に1基、もしかしたら中部地方も1基かもしれない、で、関東の方にも1基、東北の方にも1基、北海道の方にも1基、まあその辺のところは電力っていうのは基本的にはかなりの範囲で、融通ができますので、電線でつながってますんでね、余ってる電気が使用されているところに流れていきますんでね、基本的に。あんまりそこに圧力、その電力がかかりすぎるとショートするんですけども、ショートって要するに火花が散ってね、電気の行き場がなくなって、だからそれによって、太陽光パネルが、例えば、まあ最近のニュースでも、どこそこは、例えば九州でしたら、太陽光パネルの発電を一時的に遮断していると。それは、全て計算すると原発5基分、まあ多分原発5基分っていうことは1日あたりに換算してだと思いますよ。その遮断してる電気の総量に対して、これ原発もね、昔の原発なんか5万キロワット級もあれば30万キロワット級もあるし、最近のものであったら125万キロワット級の原発もあるので、これも何キロワットで あなたたちは換算して遮断した内容を計算されてるんですかっていうことを、そのマスコミの人たちに問いたいんですけども、まあどちらにしてもね、その遮断してるもったいないっていう話は、とにかく私としても受け入れたい。それは、例えば、マグマ発電を九州の方でね、行うにあたって、余った電力でシールドマシンを動かしたらいいじゃないかと。そういう話になるんです、シールドマシンってトンネルを掘る、マシンなんですけども、そうすればね、エネルギーのロスが少なくなる。で、今原発をたくさん稼働させるでしょ、ある程度の数。で、再稼働の話とかもあって、で、
リニアモーターカーのトンネルに関しても、もし電力で動くんであればね、夜に余った原発の電力でトンネルを掘るとかね、そういう工夫があれば、空いてる家とかで、空き家の家でね、照明とかつけっぱなしにしてるんですよ、今。本当に。そこでエネルギー余分にロスしてるでしょ。それだったらそのエネルギーでトンネル掘ったらいいじゃないか、の話になるんですよ。これが賢いエネルギーの使い方になってくるんですよ。で、まあ、マグマ発電に関しては金属の採掘も目的でありますので、中にはね、マグマが冷えた時にそこを掘っていったら、もしかしたら、鉱物資源、要するに金属関係が出てくるかもしれない。もしかしたら石炭も出てくるかもしれない。あくまでもそれは掘ってみなきゃわからない話ですんでね。こういうような状況を抑えて太陽光パネルについて私の方で一通り説明させていただきました。あとは NHK ニュースウォッチ9の方たちへのところの動画とか見ていただいたらわかると思うんですけども、2023年の9月上旬か8月下旬ぐらいに、太陽光パネルが数年後、60万トン廃棄されるっていう問題があるみたいなことをテレビでまだ言ってるんですけども、太陽光パネル、僕の持ってる太陽光パネルですよ。まあこれよく見ていただいたら分かる通り、もうペラペラグラムの世界です。60万トン何を計算したんですっていう話になるんですよ。まあガラスが8割のタイプに関しては、ガラスに関して自分でワイングラスとかシャンパングラスを持たれた方なら分かると思いますけど、軽いんです。陶器のマグカップとかとごちゃごちゃになってる人は重いと勘違いするでしょ。軽いんです。で、透明のね、ガラスっていうものは。ですので、私が考える限りでは、下の方の土台の金属を含めて世界中で60万トンの廃棄なんじゃないんですか？あとは正しいデータとして、新品として取り付けた太陽光パネルで10年経過したら最初発電能力はこれぐらいあって、10年後これぐらいの発電能力まで低下しましたと。完全にゼロには急にはならないでしょう。徐々に低下する方だと思うんですね。だからその辺のところの詳細っていうのをはっきりとしていただきたい。私の意見のそういうふうな意見のところで、本当は20年じゃないかとか、太陽光パネルにもまず種類があって、全ての種類が10年なのか20年なのかわからない。ペレストロカイブは今のところ10年とは言われています。だけどもこれは、実際にその10年間のデータを検証された方しか本当のことはわからない。で、実際現在のテレビに関しては10年以上を、持っています。昔のブラウン管のテレビだったら10年ぐらい使ったらもう映らなくなったりします。ある程度の見てる時間でですよ。だからね、技術の進歩とともに、その辺のところも内容だいぶ変わってきてるんでね、太陽光パネルの作り方とか密閉率によってこれ変わってくると思うんですよ。だからその辺のところをしっかりとある程度計算しなきゃなんない。だからしなきゃなんないのは、各都道府県の市や区という単位で、ここの家の屋根の上には、太陽光パネル、2023年に取り付けましたとか、2024年に取り付けましたという、ある程度の人口の範囲のところでね、管理されてる部署を作らなければならない。この電力会社が行うのか、公務員の人が行うのか、その辺のところは政府の方でのご判断になるんですけども、私が言ってるのは、太陽光パネルの、法律ね、屋根の上を明け渡しなさいっていう、電力会社にっていう、そういう法律ができたら、その方向へ話がどん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 着手していけるんで、すぐに岸田政権でそれを行ってほしいんです。新しい法律でね。それができたら、そこへ向けてのそのパソコンの中の整理整頓ができますから、そうすれば何年に設置された10年後なのか20年後なのか、もしくは15年後にそこの太陽光パネルを交換するのかっていう話になります。あとは貿易輸入の話です。金額的な。2012年のデータで言うと、日本は石油を、日本円で15兆円以上買っています。で、ガスが7兆、5000億円以上です。石炭が2兆9000億円ほどです。
で、その時の為替相場はもう大体でいいです。大体1ドル、100円ぐらいだと思ってください。いやいや、その頃は円高の頃だと思いますよ。本当は。だけども、まあ、それぐらいで考えてもらって、もう大体でいいんです。大体。それしなかったら、その時1バレルいくらだったのかとか、その時石炭の販売価格はいくらだったのかとか、ガスの、輸入価格はいくらだったのかと。こういう話になってくるんですよ。だから石油だったら1バレルという単位でしょ。1バレルに対して何ドルかの話ですから、だからその辺為替相場が動いたら話も変わってくるし、そもそも石油価格が動いたらの話になってくるんですよ。で、年間通して上下するものなので、あの、為替相場も原油価格もね。だから年間のトータルでその、まあ大体15兆円っていうことで覚えておいてくれたらいいんです。ガソリンの輸入とかね。だから金額的なことで言うと、河川水門化栄式ダム発電とか地下水流トンネル発電に1兆円費やしても、もうどうということはないんです。耐用年数が大体あのメンテナンス込みで50年ぐらいだと考えていただいても。シンプルなものですから、それプラス太陽光パネルに関しても、電力会社の方で最初、元ではいりますよ。超単位の投資が多分いると思います。数年間ね。だけども、それ出来上がった時に、貿易輸出入とか電気自動車化まで済んだ時のことを考えたら、プラスマイナスでね、考えたら15兆円、輸入しなくなっただけで、ね、15兆円のプラスでしょ。今円安で1ドル150円でしょ。で、原油価格はある程度上がってきてるんです。1バレル80ドル以上になっています。だからそこまで考えると、まあ人口は少子化はされてるんですけども、節約の部分の話とかもある。それ考えても電気自動車化まで話が進んだ時のことを考えたら、ね、まず15兆円ぐらいは変わってくるでしょ。輸入をしなくても済む。ガソリンプラスガスでね。あと、まあ、石炭も変わってくると思います。だから本当はプラスマイナスで言うと、国内の完全なるリサイクル化とかマグマ発電で資源がある程度日本で採掘ができるとかね、そういうところまで話が進むとプラスマイナス 最大で30兆円ぐらいの話になってくるんですよ。だから数兆円の投資なんか、どうとでもなる。だって1年でどれだけ少なく見積もっても10兆円以上は変わるでしょ。それはある程度電気自動車が普及しなきゃなんないから、2025年にもうガソリン車の販売停止しなきゃなんない。それまで作ったガソリン車が中古車で出回りますから、みんな値段である程度動く部分があるから、ガソリン車中古でもいいから買うわっていう人たちが大半を占めるでしょうから、なんか2025年ぐらいでガソリン車販売停止ぐらいがちょうどいいんです。で、太陽光パネルの義務付けか屋根の上を明け渡しなさい。経済原理がある太陽光パネルの生産工場を日本中の各都道府県で作る。こういう風な流れに変わるんです。これが、覚えていただきたいマスコミの方たちと、政治家の方たち。以上です。皆さんチャンネル登録と淡井圭介が YouTube へアップロードした時に着信利益が出るように、各自、設定してください。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。今のところ登録者数がまあ300人超えたぐらいで、まあ少しずつですけども増えています。で、再生時間の方はね、残念ながらまだ300時間も到達していないところですね、動画の。だから、本当は、いろいろその再生回数が365日を経過して、3000時間以上とか、登録者が500人以上だでしたっけ。で、それを超えたら、パートナーシップがどうこうとか、両方ともクリアしなきゃならないか、本当は再生時間の方が、だいぶ今足りてない。まだ、10分の1にも満たない。というのが、本日の。現在の状況ですね。2023年9月12日のある程度は伸びてはいますけどね。だからその辺のところでね、物事進めは生ライブで僕は質疑応答しますので、それで皆さんはっきりとご理解できやすくなるかと思います。だから重機に関しても今まで作った重機がありますから、ガソリン関係の重機を作らなくなっても、生産2025年に止めたとしても、今まで作った重機がずっと動きますから、10年以上。だから水素用の重機の生産へ2025年からシフトチェンジしていただける方が本当はいいんじゃないかなと思います。それまでに
いくらなんでもその法整備とかできたら、太陽光パネルの屋根の上とか、あの制圧ダムの上とか、大きな家の、あ、大きな池の上とかね、浮体式な、それは10年もあったら絶対できますよ。できなかったらもうとにかく余計な仕事増やさなかったらいいんですよ。だからもともと体鍛えてる人たちとかが足場組んだりとかしてね、で電気関係の工事のところは人手が足らなかったら、その電力会社関係の人たちが現場入って、またはシャープエンジニアリングみたいにね、あの家電の修理してる人たちとかだったら、すぐに理解できると思うんですよ。電気の配線工事とかね。で、それを自分で覚えて、で、そこの太陽光パネルの設置の、正社員の方たちに、その仕事を教えると。それで、次々に太陽光パネルの設置ができる人たちを増やしていくと。これで太陽光パネルの設置関係で、運搬生産含めて取り付け作業で、電気工事も含めて正社員の雇用者数を10万人ほどの雇用ができると私は見込んでいます。交換時期が結局10年だとか15年とか20年であったとするのであれば、結局交換しなきゃいけないから正社員としてずっと稼働できるんですよ。これが正しい経済であって、そこには日本の経済を回復させる部分もあるし、エネルギーの残存量問題、ここはね、一番解消しやすくなってくると。だから GDP1,2,3 の日本、アメリカ、中国が早くそういうふうな法整備、まあヨーロッパも、まあ結局はアフリカとかどこの国も同じですよ。ただ赤道直下の国に関しては太陽熱ですよ。太陽光パネルじゃないですよ。太陽熱発電で動いてくださいっていうことになるんですよ。そうしなかったら資源の採掘も、まあ経済原理があったらね、資源の採掘、ちょっと頑張るわっていう話とかにもなるでしょうし、採掘現場は。だからある程度先に法整備を進めてみなかったらわからない部分あります。とにかくある程度、まあ、すべての都道府県で同時に作るのをそんなに危険視するんであれば、例えば九州とか四国とか中部地方、近畿地方、関東地方、北信越、東北、北海道ぐらいで生産太陽光パネルね、シリコン型の、太陽光パネル。で、ペルストロ海部に関しては、やっぱり生産体制とかにもよってね、今のある工場フルの生産能力だったらやっぱりコストとかもダウンできるでしょうし、それはちょっとまあ様子を見ながらですね、他の遠い離れたところにペルストロ海部の生産工場を作るかどうか、最終的にやっぱりリサイクルまで目を向けて、そのものづくりと設置の仕方とメンテナンスと、全部込みで物事見なきゃならないで、シリコン型も基本的にガラスをたくさん使用しているものも、まあ、僕の見た限りではその水を吹きつけてね、ガラスから他の物質を取り除いていたので、あれは飛び散ったガラス、ガラスは飛び散ってないんですけど、割れてないんですけども、その他の、金属って回収できますか、できなかったらできそうな技術ありますかっていう話になるんですよ。これできそうな技術を開発した人の勝ちですよ、特許ね。物事もだんだん何したら価値が見えてきたでしょ。だからこういうことなんです。一応私の方の太陽光パネルではリサイクル工場で太陽光パネルを割ってでリサイクルする形のものもあるんですよ。だからいろいろね、細かいところまで見なかったら判断できないんですよ。もともと例えば缶瓶ペットボトルで、皆さんゴミの日ゴミ出してますよね。あれってね、工場で瓶の方が重たいでしょ。だからある程度の風を吹かせて、アルミ缶とかスチール缶とか飛んでいくような仕組みで分別してるんですよ、ベルトコンベヤーの先で。だからそういうようなシステムがあるから、砕いているからリサイクルしてないかどうかは分からないです。リサイクル工場で上げている以上、砕いた後多分リサイクルしてると思うんですよ。あとはリサイクルの仕方でどういうふうな方法が一番効率が良いのかと、そのリサイクルに合わせた太陽光パネルの作り方はどれが一番正しいのか、これが出てくるんですよ、答えが。この高度な世界に皆さん、しっかりと、理解を示して覚えていただけたらなと思います。あとは工業界、日本の技術屋さんの腕の見せ所です。以上です。まあこれは世界中で本当は協力し合うことなんでね、もしその技術を先に特許、出願されている国があったら、そこから特許使用料を、払って、まあ基本的に販売価格の 2.5% だと思いますのでね、
その辺のところ世界中で連携を、しっかりと、うまく、行って、物事を早急に進めましょう。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録とあと通知ですね、かなり重要なことコンパクトにまとめて言っています。以上です。